はいどうも皆さんこんにちは、イサクトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は編成難易度、装備難易度控えめ、そしてビリーを2体運用で OR ベルトール3ターン攻略やっていきたいと思います。とんでも大砲がイカレ火力してるせいでめちゃくちゃ簡単になりました。さあじゃあ最初ねやっていきましょう。まずは、ティーダ、最初はギルガメッシュ使って、敵にねデバフを入れつつ LB ゲージ回収していきましょう。 LB ゲージが溜まったらティーダ、タクスをやって、シドニーに託していきましょう。シドニー LB 使って味方全体の LB だね、自分以外の味方全体の LB ゲージを3000回復させます。でビリー、2人ともね LB 使って、ジェシーカノンの威力を上げていきたいと思います。OK かな。もうね、めちゃくちゃ強い。本当に余裕すぎた。びっくりした。で、ティーダのところをね、ニコルに変えたら、2ターンでいけましたので、ぜひね、ニコルをお持ちの方は、ビリー使って2ターンでやってみてください。そして、2ターン目やっていきましょう。ティーダで、トリプル使って、まずは味方全体に水の付与、そして水の威力アップ 25% やっていきましょう。そして、あとは適当なアビリティかな。まあ、250% のステータスバフかけるのと、あとは適当なアビリティ使っていきましょう。シドニーダブル使って LB ゲージの供給、そして機械キラーの付与、機械からのダメージカットを貼っていきたいと思います。で、後の人たちはもう全員やることないから全員防御でいいかなと思います。3ターン目はね、ティーダの、LB 使って水の 135% デバフかけていきたいと思います。で、ギルは、あれだね、食いしばりつけてるので、こういう風に耐えることができました。そしたら、水の 135% デバフかけていきたいと思います。で、ギル、青の波動、シドニーも青の波動を採用してますので、これで、ジェシーカノンやっていきたいと思います。ステータスボーナスもかかって、MP がえらいことになってんだよね。2500と2400だから、超余裕で倒せるかなと思います。さあ、じゃあやっていきましょう。トトン、トトンっていうぐらいかな。もうこれだけで、OR ベルトールが終わってしまうっていう、星7二人に倒される超高難易度っていう感じなんだけど、じゃあ装備の紹介やっていこう。で、ギルガメッシュに関しては、引き付け回避 100% の装備構成で、青の波動、そして、ヤヌスのメガネつけて、食いしばりを1確定でつけてあります。続いて、ビリー。ビリーの装備もね、だいぶ抑えてみました。こんな感じの装備構成で、攻撃と MP、キラーを意識した装備になっております。アビリティはこんな感じ。難しいので言うと、すっぴんモグ使って、僕はこれだね、憎しみを、井戸持ってないけど、憎しみの暗殺者を取りに行ったくらいかなと思います。そしてもう一人。もう一人も、こんな感じで、まあ、スキャニングゴーグルがちょっと厳しいかなっていうところ。それ以外はほとんどもらえるものとかで組んでは見たつもりなんだけど、こんな感じかな。で、力の求道者はね、僕はグラフがいたので使いましたけど、まあ、これもね、すっぴんモグで獲得することができるようになっております。で、マスターマシナリーと両手の倍率を上げてるような形となっております。MP は1200、そしてもう一人は1345となっております。で、シドニーは武器一つと青の波動のみ。で、ティーダは LB ゲージがね、開幕700溜まるものと開幕800溜まるものを採用しております。その他はね、LB ゲージとバーストストーンがよく溜まる装備構成となっております。まあ、こんな装備でも簡単にね、OR ベルトールが3ターン攻略できてしまいますので、まだね、攻略できてないよって方はぜひビリーを採用して倒してみてはいかがでしょうか。ダメージはこんな感じ。素晴らしい。ということでまた次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。